こんにちは、そよです。今仕事が終わったのでちょっと寝行きたいと思います。そろそろ迎えが来ると思うんですけど、外は雨降ってるので屋根付きのところで待ちたいと思います。はい、到着しました。西原グリーンセンター、我がホーム。今日めちゃくちゃ人がいっぱいいます。皆さん頑張りましょう。というわけで僕は一番端っこになりました。こう飛ばそうかな。じゃあ150球ってめっちゃ多いよな。最高。9番から打っていきたいと思います。頑張ります。ダメでした。次ドライバー行きたいと思います。頑張ります。いや、やっぱなんか違いました。難しい。心折れた。僕が持ってるドライバーよりもこっちのドライバーの方が軽くて、この部分、なんていうかわかんないですけど、この部分もでかいんですよ。なんでこっちでちょっとやってみたいと思います。やっぱこれ軽くて打ちやすいし、音がいい。当たった時に、こっちはなんか結構古いタイプみたいなんで難しいっていう風に言われました。だからこっちで上手くなればこっちも簡単になるのかもしれない。わかんないけど、
初心者の言い訳なんですけど、この67番が一番端っこでスイングした時にこの柵がめちゃくちゃ気になるんですよ。だから上手くなってからこの67番にもう一回行きたいと思います。今の自分のレベルだとここがめちゃくちゃ気になっちゃって、なのでちょっと奥の方が空いてたんで奥の方に移動してみたいと思います。すいません。55番に移動してきました。55番は結構真ん中にあるので打ちやすいと思います。これで言い訳はもうできません。頑張ります。最初100ヤードとか全然いかなかったんですけど、今打ったら100ヤードは行くようになってます。これをコントロールできるようにならないとコースではできないと思うんで、しっかり自分が思ったところに飛ばせるようにと自分が思った距離飛ばせるようにしないといけないと思います。頑張ります。なんかいろんなフォームのやり方がありますよね。みんなそれぞれ違うし、でも力の入れ方はみんな一緒なのかもしれない。基本的なフォームとちょっと違う癖があるフォームでも飛ぶ人は飛ぶから、あとは力の入れ方なのかな。きっとそうだよね。はい、あれから下に移動してきました。でさらに500円分追加して、今これ180球ぐらい入ってます。ここからはじっくり自分と向き合いながら練習していきたいと思います。頑張ります。あれから結構打ってちょっとこんな感じかなっていうのが分かりました。ボールに対してそのままスッてやる意識をしたらこうなりました。9番で行きたいと思います。さすがに300球疲れます。
はい、終わりました。なんか9番はねちょっとコツつかめたかなって思うんだけど、ドライバーが迷走しましたね。また分からなくなりました、まあ、そんな簡単に分かってたまるかって話ですよね。練習あるのみですね。